今この状況の中で生活を支えてくださっている皆さんに捧げます。不安や恐怖に怯えてて、暗いトンネルの中生きている。最前線で立ち向かうあなた、今もどこかで戦っている。あたりまえと思っていた、すべてのことに感謝しよう。新しい日々が戻るように、世界に光が戻るまで。